このレッスンでは、ピボットテーブルの作成手順について解説します。リストをもとに、ピボットテーブルを作成し、分析する用途に応じて、必要なフィールドをピボットテーブルのレイアウトに配置します。では、見ていきましょう。このフィールドリストを使って、どのフィールドをピボットテーブルのどこに配置するかを決めていきます。フィールドを選択する領域をフィールドセレクションと言い、ピボットテーブルのレイアウトを指定する領域をレイアウトセレクションと言います。例えば商品名のフィールドをピボットテーブルの行ラベルにしたいときには、フィールドセレクションの商品名にマウスポインターをポイントし、レイアウトセレクションの行ラベルまでドラッグします。これで商品名をピボットテーブルの行ラベルに指定することができました。ピボットテーブルに指定したフィールドを解除するには、レイアウトセレクションの行ラベル内に配置された商品名のフィールドボタンにマウスポインターをポイントし、レイアウトセレクション以外にドラッグします。これで解除することができます。また、ドラッグして解除するほかに、フィールドセレクションのチェックボックスのチェックを外して解除をしたり、レイアウトセレクションのフィールドの右に表示される下向き三角をクリックして、フィールドの削除をクリックして解除することもできます。ではこれから、いつ、何が、いくら売れたかを分析するピボットテーブルを作成しましょう。まずは、日付のフィールドを列ラベルに配置します。これで、ピボットテーブルの列ラベルには日付のフィールドが配置されました。続けて商品名を行のラベルに配置しましょう。行ラベルに商品名が配置されました。続いて分析するデータです。今回分析するデータは金額ですので、金額のフィールドを値エリアに配置します。これで、いつ、どの商品がどれぐらい売れたかを分析するピボットテーブルを作成することができました。このようにピボットテーブルのフィールドリストを使って、ドラッグ操作で、どのフィールドをどこに配置するかを簡単に決めることができます。ピボットテーブルのフィールドリストは、ピボットテーブル内にアクティブセルがあるときに表示されます。ピボットテーブル以外がアクティブセルになると、フィールドリストは表示されませんので注意をしましょう。また、ピボットテーブルのフィールドリストの右上には、閉じるボタンが用意されています。この閉じるボタンをクリックして、フィールドリストを閉じると、次からは自動的には表示されません。再表示するには、ピボットテーブル内にアクティブセルがあると、ピボットテーブルツールのオプションタブが表示されます。このオプションタブの表示グループのフィールドリストのボタンをクリックすると、フィールドリストを再表示することができますので、覚えておくと良いでしょう。このレッスンでは、ピボットテーブルの作成手順について解説しました。